オッケー。はよ。はよ、旋回。今から明日の水辺教室の準備をするよ。準備をするよ。準備をするよ。準備って何？パパね、お酒飲んどるけんね。じゃあね、持ち物なんかもうすでに用意されてるけど、一応このチェックシートに沿って一個一個確認しよう。なんでさ、このプリントこんなにボロボロな。気がついてたらボロボロになってた。ちょんちょんでちっちゃくした状態でランドセルを隙間から無理やり入れたから。それそまあそれがそう考えたらまだ綺麗な方か。もっとぐちゃぐちゃになりそうだもんね。超懐かしいこの敷物。これ幼稚園の時から使ってる。ね、懐かしい。あっちゃんには狭いんじゃないのこれもう。大丈夫。一人座れたらいいでしょ。さお弁当広くお弁当ってちょっとちょっとおい。じゃあ明日からスチャがお弁当になるから。まず。待ってもうちょっと後ろに下がって入ってないよ。こうなって。あのね逆の方まで下がって。で。聞いてる。で。まあ足伸ばせないよねこれ。まあでも荷物がね。少なくて済むね、ちっちゃい。普通にはみ出す足が。なんか前もね、みんなで友達で、ね、めっちゃかっこいいのとかかわいいのとかで持ってきてるのに、あとの聞こえるよね。俺たちが。ちょっと中身が見える透明でしょうか。そしたら分かりやすい。でさ、着替えた後さ、きっちりだな。あんちゃんに入れさせんとね、忘れるんだよ。もうちょっと着替えた後さ、汚れを代わりに入れる袋にもなるから、もう少し置けばよくない？それがね、それが最大の意味もあるんだと。仕方ない。レジでもらえくなったよ。いや、パパのね、昨日の袋をあげる。明日ちゃんどこに行くの？川。なんで川に行くの？なんかね、水辺教室っていうのをやるんだって、4年生は。ほら。何？じゃあちゃん。これに着替えを入れよう。こっちは激しい。まあまあ、自分で入れないと覚えないって言って。うん。持ったらいいんだ。あ、分かってる、あっちゃん。忘れないで、それは着替えだよ。うん、うん。で、着替えが終わったら、代わりに汚れた服はこっちに入れたら。待って。よし、じゃあこれ入れよう。家族やっていいんだよ。着替えとタオルも OK。枕だ。わっちゃんあれかな、タオル服の中に入ったらタオル探しちゃうかな。タオルはない、タオルはないって。面白い顔して。出しとき。面白い。タオルは出しときます。何でも。次、カッパなどの雨具。で明日はね、100% 晴れ。もう余計なもの持ってってね、落としてくるんだって。じゃあちゃん、雨降ったら寝れます。じゃーん、マリンシューズ。マリンシューズ超本格的です。あちゃん、あちゃん靴出して。くすぐったい。あ、でもはい、次筆箱。今日、図工の時に彫刻刀使ったんだよ。おお。閉まってるこれ。閉まってる。なんか隙間ができてんだけど。じゃあテープで止める。輪ゴム？あ、輪ゴムでいい。輪ゴム。そうだね。あのさ、リュックの中でね、バラバラになる可能性があるからね。はいはいはい、輪ゴムね。オッケーオッケーオッケー。リュック突っ込んでください。お手拭きウェットティッシュ、これね。はい、入れてください。あ、じゃあ分かってる？それ、ウェットティッシュだよ。ウェットティッシュ。うん。お弁当の前に使ってね。ステックさ。だから見えるとこがいいで。ここはここ、ここ。あ、みんなが、あ、みんなが。見えるよ。見える、超見える。はい、超見える。うん、超見える。超見える。ゴミ袋。さっきこれ。すーちゃんにぐしぐしにされた。ゴミ袋とは、ゴミをまとめる袋のこと。ゴミ収集所などにゴミを捨てる際に用いられる。オッケー、グーグル。止めて。あ、止まっちゃった。止まっちゃったね。オッケー、グーグル。
あれさ、なんかさ、先生もさ、上になんかつけてるんやけど、なんかね、言ったらね、それに反応してめちゃくちゃびっくりする。あー、スマートウォッチしたね。体温のチェックカード、あれ、水辺教室用の体温チェックカードがあるって。あ、そうそうそう、ランチョルパケ入っちゃう。あ、あったあったあった。まあ、これはまあ明日だね。お、OK、終わり。あとはもう当日。うん、そうだね。うん、あとね、あんちゃん、マリンシューズ履くときは靴下脱いでから履いてね。絶対あんちゃん忘れる。ねえ、ていうか、なんでさ、うん、靴下履いたらさ、うん、靴下がびしょぬれになるでしょ。そうなんよ、だけどやりそうなんだもん。今日靴下履いた状態だったらさ、うん、結構ギリギリやったっけね、靴の靴が。マリンシューズ相当履きづらいと思うけど、そこで気づいてほしいね。じゃあ大丈夫かな、うん、じゃあ明日はお弁当作り頑張ります。頑張ってね。頑張らないでね。あっちゃんはすごくシンプルなものが好きなので、そういう感じの本当にシンプルなお弁当です。はい、お弁当。あ、多分そこだとひっくり返るから、そこの方に。そこだとひっくり返るのに、なんでそこに入れるの？リュックサックの底の方に入れた方がいいと思う。てか、そこに入れられない。一旦脱がさ。オーマイガー。もうすごいな。その場にどのくらいの大きさやった？大体はこのくらい。うんうんうん。でもあっちゃんはね、捕まえたやつね、このくらい。そんな小さいの？よく気がついたね。そんな小さいの。うん。でも、その場に3匹くらい捕まえたよ。3匹も？あと親子もいた。へえ。自然ですね。っていうか、川で遊んだの初めてだよね。水冷たくなかった？めっちゃ冷たかった。もう山の上とかもう寒すぎた。本当にね、うん、マスクしててもめっちゃ鼻が痛い。川の源流のところで、うん、なんか、うん、水飲んでいいよって言われたけど、うん、触った以前でもう冷たすぎてダメだった。飲みたかったな。